いや、それはね、多分ね、別のことだと思います。ガスが溜まってる。見ないようにしてるぞ、とか。やつのこと見ちゃダメ。見ないようにしてる。誰がやってるかは確認しなくていいし。優しいおやつね。今食べる。それどころ、それどころじゃないね。ソニアさん、あ、もうこれ動かすときはさ、これを気にしてください。だから、あのシェルのさ、準備してほしい。大丈夫。いるよ、私。ここに。あ、それか、その、おしぼしの上に乗ってもいいよ。はい、大丈夫、大将。DUPC はしてらっしゃる。いや、それでもいい。これ、落ちそうで怖いですか。誰こんな危ないことしてんの。いえいえ、ブルブルブルって怖いな、緊張しちゃうな。待って、これ食べない？いらんか。それからさ、あのリンゲルと乳酸リンゲル持ってきて、それない。乳酸リンゲルがいいから。
300になります。入った。はい。じゃあ1分ね。あ、話さないでね。はい、話さないで。点滴の吸収を良くする薬と、あそこもう1本が飲食だとか、ビタミン、心臓、肝臓の機能を高める薬と、抗生剤と、胃腸を整えて吐き気を抑える薬と、ビタミンでもってます。もう1本出てね、ウェットブラシで、素晴らしいにして、はい、皆さん、これ注文をかけておいてください。ディアバスター注射。はい、じゃあこれはこうやってつけといてもらって、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。うんち柔らかいのがまた次も出るかもしれないから、はい、またよく観察して、はい、明日にしてください。はい、わかりました。明日はまあ、あの普通にやってますんで。はい、じゃあちょっと。